ごきげんよう、マナトです。ファイナルファンタジー7リメイク続き五番魔鋼楼からお送りいたします。ここまで来るまでが長かったここが目標の五番魔鋼楼ですね。前回ピックスに合流することができて、このティファとバレットをすでに腰につけてますね。ワイヤー、クラウドもつけてる。ワイヤーフックをもらいまして、脱出はこれを使うっていう話なんですけど、その前にまずは爆破をしましょうね。しましょうね。まあ、テロリストなんですけどね、自分たち。アバランチ。で、早速なんですが、装備ですね。今、バレットに、待って、バレット。そうか。何にもつけてなかった。バレットが、とかって言ってる場合じゃなかった。チョコバンドモーグリを、ティファが呼び出すところが見たいじゃないですか。なんかもう、右の方に見えてるけど。見たいじゃないですか、ティファがチョコボ&モーグリ召喚するところ。ということで、装備し直し。じゃあ、そんな感じで、ふわっと始めましょうね。おぉ。おぉ。五番魔鋼楼。ブルーのライトが。どっから降りるよ。幻想的な。どこから？ディファ？おお、これはいいな。先行くぜ。やった。ディファの次は私。大丈夫ディファ。バレット早く行って。いい声、いい声が出たバレット。うう、かっこよすぎる。思ったより怖かったね。思うからだ。怖くなんてないって。何気にあるじゃないですか。ハイポーションしかも3つ。おい、見ろよ。こんなデカ物が出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。年々の時間で助かったぜ。これは振りですか？これ出てくれよっていう振りですか？巨大モンスター用。出会いたくない。できれば出会いたくない。ティファは守るからね。クラウド、ウィズ、私が。静かすぎない？死んだだろ？恐れをなして逃げちまったとかよ。手早く。おお。わかった。当てる。コマンド。調子に乗るな。攻略情報は検出できませんですって。炎は無効にされちゃう。ここまで。決まった。お、なんか落とした。バレット声大きい。ね、バレット声大きい。ダメですよ。ティファに注意されてる。ちょっと装備を見直しておこうか。デッキ、いや、これイカズチの方が良さそうだな。できれば AP いろいろ貯めたいところなんですけどね。イカズチ、イカズチつけて。バレットに育ててもらいますか。属性つけてる。ここにイカズチをはめておく。治療
エスナ欲しいな、ポイズンエスナ。早いうちに育てちゃう方がいいんですけど。よし、いっか。ティーファ早い。もう下に降りてた。この匂い思い出しちゃうな。あ、今すごく大事なこと言いましたね。思い出しちゃうな。思い出すね、ティーファ。あの日のことを。やまびこ煙幕、沈黙を直すアイテム。あの話を早いうちにしていたら、また展開は違っていたのだろうか。ニブルヘイムでのあの出来事。痛い。かなり痛かった。エーテル。魔光だまりへどんどん近づいております。おー、スイーパー。あー、2体もいる。じゃあお任せして。スイーパーとか、さっき戦った相手とか思いっきり銃撃ですもんね。あるといいな。パワーリストに着替える。防弾チョッキに着替える。パレットにパワーリストを上げる。ごめんね、ティファ。よし、完全にモニタリングされてるがゆえの静けさなんでしょうね。順当に行くとこの辺で何か出てくるんじゃないかな。記憶。
かりしろ。ティファ。ん？記憶のフラッシュバックが。ま、全然あれなんですけど、セフィロスの刀って常人には持ち上げることすらできないみたいな注釈が確か入ってたと思うんですけど、軽々とティファ、さすがティファ。あそこのシーンな、本当に今この時にティファとあの時の話をしてたらもうたらればばっかりですけど、どうなってたのかなねえクラウド。さてタイマーは何分だ。何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。おお、ジェシーが作ってくれたの。おお、ジェシーナイス。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、こんなもん。この運って言い方が可愛かった。北道戻るぞ。素直にこのまま行かせてもらえるといいんですけど、どこで出るかな。もうもはやどこで出るかなですもんね。これ動いたら手っ取り早いのに。来た道を戻るしかない。あ、はしご、はしごを外されるとはこのことですね。もしかして監視されてる。そんなバカな。おお、いっぱい来た。出過ぎたないネズミども、よく来たな。最新技術、戦意先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶなり。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民とびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵、エアバスターによる東海制裁だ。ああ、やっぱり不利だったか。セミハゲの報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達、侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おお、おとなしくしろ。おお、2体どうしますか。このままじゃシンラの思うつぼってことだよね。ああ、速やかに侵入者を捕獲。奴が好きなようにニュースを捏造するぞ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。いや、そうはいくかよ。ああ、公開制裁って、あのデカブツをぶっ壊してシンラに赤っ端かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。悪くない。
ここ行けたらいいのになって言ってたら飽きました。やったー。ああ、橋が外されちゃったな。さっきのような戦闘員出てくると面倒ですから。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。これだ。リフト動かせそうか。カードキー。カードキーがいる。探せ探せ。これ実は時間制限とかがあったり。マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。 M ユニットの廃棄。廃棄するとウェアバスターに搭載されるアイテムを奪うことができます。戦闘性能には直接影響ないけど、廃棄したアイテムを入手できれば余力を持って戦闘を行うことができる。どのパーツを捨てるか考えて選びましょう。なんだ、邪魔しねえのかよ。いや、邪魔する邪魔する。Mユニットを廃棄しました。君だ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られてるんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。何気に先の通路を開けてしまったな。この数分だけカードキーがこの部屋の中にあるのか、それとも先々で見つけて戻ってくるのか。ちょっといまいちわかんないな。
B7 フロア発送開始。そうか、フロアがフロアごとに移動させてるのか。B8 フロアの物資が届かず通信不通、至急確認願う。了解了解。侵入者だ、捕らえろ。こちら B7 フロア、侵入者の戦闘状態に突入。やった、リフトも操作盤も2つだね。シャア、邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれ、フィンガービームの使用頻度を下げることができる。フィンガービームは資産効果のあるビーム攻撃。有利になるな。それともう一つは、こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。ビッグボンバー、通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。ビッグボンバー、いや、 AI の方かな。スタンの方が脅威。私も同じこと思ってた。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。ジェシーが喜びそう。てか、ティファも同じこと考えてたって。分かってた。あ、いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。逆にシンナは星を電波食い物にしてる。だから、バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。冷静。AI コアを一つ。おお、 AI コアがもう一つ。もう完全に資産攻撃させないようにしよう。AI コアを廃棄する。完全になくなることはないか。頻度、ハイデッカー悔しがるね。頻度をめっちゃ減らせるように。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。あ、ここが最終地点か。やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。仕上げ、だいぶ弱体化はさせられたと思う。あ、ごめんね、ティファ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。
やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。上まで戻ってきた。さあ出たとこ勝負ということで弱体化できてると思うんですけど、やりやすくなってるといいな。はい、ということで次回はいよいよ対巨大モンスター兵器ですか、神羅の最新鋭のロボと対決することとなりそうです。頑張れます。はい、ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナットでございました。ありがとうございました。